ーのモッサーオーリジナオーおっとオーリジナオー大雑把でオーリジナに肉大好きオーリジナししりとりが得意な大西モネといつでもどこでも眠い身長はちょっと低いでも声はとっても高いおしゃべり大好き高い子供っぽいけど実はお姉さん高井誠とロコちゃんとアルノくんでお送りするショービンネット TV 声優チャンネル声優スタート さあ始まりました声優、はい、今回はですねこの4月に本館の隣に新しくできた1号館にあるスタジオルーチェからお送りしています。イエーイ、わーすごい新しい新品だ感動ですね。ね、さあ最近じゃないね、とうとう2年生になっちゃったね最近だけど2年生になっちゃいましたね、1年生もじゃんじゃん入ってきてね。そう1年生といえば4月に行われた新入生歓迎ライブ盛り上がってよかったね。盛り上がりましたね。私 MC とトップバッターを務めさせていただいたんですけど本当に楽しくてですねそう、これからはねそういったイベントも1年生と一緒にガンガン盛り上がっていくと思うとも楽しみですね。はい、そう楽しみといえば2年生から新しく始まる授業がたくさんあるよね、はい、そうですね、新学期なんで新しい授業がたくさんあって、今回はなんとその中でも一押しの授業を2人でピックアップして2つご紹介したいと思いまーす。というわけで、せーの、どうぞにご紹介する授業はこちら。デレン、バーン、日本舞踊というわけで担当してくださっている講師の先生は藤間先生ですね。こちらの先生です。バーン、はい、藤間聖雅先生です。1991年に最年少で宗家藤間流師範名取となられました人間国宝4世の中村若右衛門に入門し、歌舞伎俳優として歌舞伎座、国立劇場、海外公演と多数の舞台に出演されています現在ではメイクや演出、振り付け家として活動されています。はい、そう、藤間先生はですね、お写真を見ていただければお分かりの通りイケメンでございます。いや、私てっきり日舞の先生っていうとこのマダムな奥様が教えてくださるんだと思っていたんですよ。そしたら一番最初の授業の時に教室にガチャって若いイケメンの方が入ってきて、あ、ちょっとこの人教室を間違えてらっしゃるのかなって思ったからじゃあ授業始めますみたいな、優しいんですね喋り方が。しかもこの藤間先生が教えてくださる時に自分のことを先生って呼ぶんですよ。なんか幼稚園の先生みたいですごい可愛いんですねそれが。そう、そんな藤間先生が教えてくださる日舞の授業では、はい、そう、今日みたいに着物とか浴衣を自分で毎回着付けをして授業を受けるっていう結構貴重なね体験ができる授業となっておりますはい、はいはい、というわけで私たちの一押し授業、その授業その2、じゃじゃじゃーん、ダン、パントマイム、はい、講師の先生はこちら栗原先生です。はい、栗原はじめ先生、1980年に演劇活動を開始、現在ではオリジナル技、一輪車の枠繰りなどで日本における一輪車の第一人者となっています現在は舞台、テレビ、イベントなどエンターテイナーとして幅広く活躍されています。はい、栗原先生といえばなんといってもチャームポイントはこの金髪ですね。もうすごい似合ってるんですよ。栗原先生ほど金髪が似合う人はいないなっていうくらい似合ってて、でも見た目も若々しいんですけど、うん、なんかもう中身がすごい若々しいんですね、うん、SNS の投稿が可愛いんですよ。なんか絵文字の使い方が高校生みたい でしかも文章だけじゃなくて内容も可愛いんですね。なんか栗原先生ってアイドルが好きなんですよ。 あのアイドルとかこのアイドルとかなんかすごいギャップがそれですごいあって、お茶目で可愛らしい先生なんですね、はい、なので栗原先生の授業は本当にみんな楽しくやってます。さあ、そんな栗原先生の授業ではパントマイムの王道をよく見る、あの壁をペタペタするやつとか、あとあのロープ、縄、あ、そう、ロープギュギュギュするやつとかを楽しく教えていただくことができます。はい、そして今回は授業の一部を皆さんにお見せしたいと思います。はい、というわけで今回お見せするのがこちら、じゃん、マイムしりとり。はい、マイムしりとりとは何ぞやと言いますとですね、こちら声を出さないでジェスチャーだけでしりとりをするっていうゲームというか授業というか、実はこれ演技の授業でも時々行われたりします。そうなんです。それを今日はね2人でやってみたいと
思います。はい、ではでは早速一番最初の文字はこちら、じゃん、パントマイムのムーというわけで、じゃあ私からいきたいと思います。はい、よーいスタート。何の動きをやってたか、何の文字から何の文字に行ったのか分かっていただけましたでしょうか。答えは皆さんのご想像にお任せします。家族やお友達とぜひぜひやってみてくださいね。それじゃあこの辺で超美ネット TV 声優チャンネル、せー